To study this dialogue, you must enable closed captions in the script feature in YouTube. You can switch between Japanese and English translations. Person in charge of serving tea for the day. Ishii seems to have fallen for her and is having trouble concentrating in the office. 当番 大体 札 ぬいぐるみ 発送 船舶 おじさん?なんだ?いたのか。どうだ?元気か?手がかりなくなっちゃって。ん?オセロやろうか、オセロ。さあさあ。今日はやめときます。時間もないし、また来ます。 いいね。そうやって悩めることがね。嘘!私なの?やだもう!ごめん、ダメ!どうしたんですか?お茶当番だったんだって。忘れてたのよ。みんなよくあんの。 何よこれ。買ってきたんです。これを当番の人のデスクの上に置くようにしたら忘れないし。それ、嫌味?そんな。大体ね、あなたね、ここにはここのやり方があるのよ。勝手なことしないでよ。ねえ、ちえちゃん。そうですよね。タイムテーブルがあるんだし。そうそう。どうしたの?ん?いえ、お茶当番忘れないように、これをデスクの人に回そうかな。可愛いじゃない? いいんじゃないの?他の角もやってるとこあるし。本当ですか?反対なの?いや、反対ってわけではないですけど、あなたの番ですっていう札をぬいぐるみの首にかけたらいいかもしれませんね。いいわね。うちの新人は発想が新鮮ね。そんな。はい。でもちょっと惚れてる目だったわ。 どうしたの?顔が赤いわよ。どうしちゃったんだよ、俺は。あ、昨日はすいませんでした。失礼なことして。 あ、いや、気にしてないよ。あ、あれ、ぬいぐるみ?あれ、いいアイデアだよね。そうですか?嬉しい。これ、どうぞ。気性、かわいい。 これコピーして。慣れた。いや、なかなか。徐々によ。じゃあ分からんわな。おい、石井君。石井君。これ訳せるか?ちょっと失礼します。よいしょ。おい。石井君。はい。あ、すいません。どれぐらいかかる?そうですね。船舶用語が多いようですが。どうなの?30分ぐらいある。早い。じゃあ、よろしく頼むよ。はい。
Ms. Kimura introduces herself to the C project, and we hear a little more about Ono's philosophy in forming his team. Maririn goes to find Minegishi, but finds out some surprising news. 特有感性細やか精査末席光栄社内モニター企業が好きな女性特有の細やかな感性などというものは求めないつもりです。だいたい細やかな男もいれば大胆な女もいる。未来は精査がどんどんなくなってしまう方向へ向かうだろうし、またそうあるべきです。仕事の上ではね。皆さん、何か一言。木村美佐子です。入社間もない私がこの C プロジェクト準備会議の末席に座れたことをとても幸運に思っています。よろしくお願いいたします。よろしく。じゃあこれで全員揃ったわけですね。いや、他にもう一人まだ決定じゃないんだが、とりあえず今日の会議はこのメンバーで始めよう。じゃあ社内モニターの件について、資料1を見てください。あれ？みんねぎっしさん、ご飯し。ごめんなさい。ああ、すっきりした。おお、田中君。元気にやってる。はい。室長、峰岸さんは？ああ、峰岸君、辞めたんだよ。辞めた？Maririn gets a letter left behind at Tachiro's by Minegishi. Yoko sneaks out with her and ends up meeting up with Chie Sasaki and Ishii at the Aimpata Club, where she tries to get rid of her competition. Okano and his kohai Ishii are talking about a friend's marriage, and Okano is speaking quite rudely, which ends up making Ishii angry. フラット必要悪ロビイスト円滑しがない気取ってやがる魔が差すブスありがとうございました。実はね、これ預かってる服。涼子さん知ってたんだ。うん、違うの。昨夜遅くふらっとお店に来てこれ置いてったの。辞めるなんて一言も言ってなかったのよ。何か変わったところは？いつものクールな峰岸さんだった。ああ、カズンズはなくなっちゃうし、峰岸さんは消えちゃうし、恋も出世も遠くなっちゃったな。だってああでもしないとお店抜けられないでしょ。心配してますよきっと。あ、ストップ。え、ストップ。バックバック。え、バック。バック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 。ねえ、このお店入ってみない？田中さん。え？具
偶然だね。よかったらどう？一緒に。そちらのお友達も。はじめまして。二度目です。太一郎の。ああ。どうもそれは失礼しました。なんかしっかり感じ違うから。そうでしょう。田中さん、用があるんじゃないの？え？楽しそうだから私もご一緒させていただこうかしら。カルホプレイヤーカルホバンカ。必要枠ですか？ロビストの場合はそう思います。大企業のほとんどが雇用してるでしょ。アメリカでは批判されてますよね。汚職の温床だって。でも少なくともロビストの情報収集が企業のアメリカでの円滑な経済活動に役立ってるわけですから。勉強されてますね。おまけに美しい。あの涼子さんはどちらにお住みですか？知らない焼き鳥屋です。まあ焼き鳥屋さん。また冗談を。いや本当になんとなくわかる気がするわ。私たち OL と違って世間を裏まで知り尽くしてるっていうか。そうですね、大変なお仕事ですから。そこら辺のアホ OL にはできませんわよ。出世？出世する？そうです、社長を目指してます。昨日聞きそびれたんだけど、田中さんさ、江上人事部長と。江上？あ、いや、でももういいんだ、そんなこと。田中さんさ、どっかからワープしてきたんじゃないの？ワープ？いや、平均的な若い女の子と違うからさ。でも、俺はそういう君が。田中さん、はい、ちょっといいかしら。ごめんなさい、シーさん。ちょっとねえ、帰ってくれない？え？わからないの？石井さんが迷惑してるの。そうかな、結構楽しそうに見えますけど。鈍い人ね。本当は私と話したいのに。優しいから。他にあなたの相手してくれる人いないでしょう。はいはい、わかりました。そう、じゃあ忘れずにお友達も連れて帰ってね。はい。何気取ってやがんだお前は。またすぐそういうこと。ラグビー部のな、山下、ね、結婚するんだってよ。で来週パーティーやるけど、お前出れる？ええ、もちろん。で、どういう人なんですか、お相手は？それがな、お前結構なブスなんだよ。あ、年上だしな。どこがいいんだか。山下さんだけが分かるいいとこあるんですよ、きっと。ほんなお前、ブスにいいとこなんかあるか？ある時急に可愛く見える。あると思いますよ、そういうこと。それはな、魔が差した。岡野さんには分からないんですよ。この子の良さを知ってるのは自分だけだと思うとますます愛おしくなる。ありますよ、そういうこと。いいじゃないですか、別に。悪いですか？何興奮してんの。あ、そうか、お前も彼女のブスか。あれはブスじゃありません！Together in the office, Chie finds out about the man Mod Eating is obsessed with and uses it to try and make Ishii lose interest in her. 愛し合う。それじゃあ私たち先にお昼行かせてもらうけど、佐々木さん、当番よろしくね。はい。田中さんよろしく。はーい。何それ？何でもないです。嫌です。男の人の写真みたいだったけど。そんなことないです。まあいいわね。電話番は一人でいいわよね。ちょっとお茶してきてもいい？時間半分ずつですよ。もちろん。じゃあ石井さん、ちょうどよかった。お茶行きましょう。仕事あるの？5分でいいから。お砂糖は？
からお弁当作ってきてもいい？私こう見えても結構お料理上手なのよ。佐々木さん。ん？俺あなたのこととても素敵な人だと思ってる。本当？嬉しい。思うけど、でも実は俺田中さんのこと。そう、田中さんね、恋人いるんですって。すっごく愛し合ってるみたいで、知恵羨ましくなっちゃった。もうあと15分しかないじゃないの。高校中部顧問松宮博之。ほらね、だと思わない？Upset, Ishii goes to Tachiro's to down himself and drink and talk to Roko. He then goes to Madiding's place to confess his feelings in the final scene in this episode. すっぴん乱暴、放り出す。いらっしゃいませ。今日一人？日本酒、ヒアで10本。日本酒、ヒアで10本ください。はい。田中麻理鈴には恋人がいるんだってね。あいつすごいやつなんだろうな。これ全部飲んだら諦める。偉いだろ。あんたすっぴんの方がずっといい。そういう人珍しいけどね。酔うと言葉乱暴になるのね。この間よりもずっといい。マリリンのお姉ちゃんみたいだな。どういう意味？わかんないけどね。君の言う通りだった。何が？恋愛したくないと思ってても落ちちゃうものだって。そうでしょ。君を好きになりたかったな。泣かないでよ。俺がいつ泣いたよ。泣いてるのと同じじゃない。しっかりしてよ。見たくないわそんなとこ。
彼女のアパート知ってる？聞いてほしいことがあるんだ。ごめんなさい、私すぐ会社行かなきゃ。大事なものなくしちゃって。写真？どうして？そんなに好きなの？私行かなくちゃ。君に好きな人がいるのは知ってるよ。でも好きなんだ。俺は君と一緒にニューヨークへ行きたい。ずっと一緒にいたいんだよ。私ね、好きな人がいるんですよ。知ってる。そうでしたね。話していただけないでしょうか。嫌だ。私、生まれて初めてなんです。男の人とこういうの。ごめん。私、会社も TO さんも放り出していけません。ニューヨークも行ってみたいけど、だから行けません。ごめんなさい。飲みに行く？